放射状節理の根室射席根室射席は、北海道根室市の根室半島花咲岬付近一帯に広く分布し、片付席を含み、アルカリ分に富む玄武岩質岩石中に、見事な放射状節理の発達した、球状岩体である。1939年9月7日に、国の天然記念物となった。その形成当時は、白秋と言われた時代で、 アンモナイトイノセラムスなどの動物が住めるような今より暖かい海であった。その海底の地下深各より千度以上もの温度を持ったマグマが上昇し、海水を含んだ泥の付近で水平に方向を変え、溶岩となって泥の中へ侵入し、そこで泥の中の海水はこの溶岩を冷やすことになる。表面は冷やされるため、はじめは、 中上摂理と言われる柱のようになった割れ目ができるが、内部はまだ溶けており、後方から送られる溶岩によって、先に進んで行き先端部より海水が侵入し内部を急冷する。そして最後には、休憩の車石を多数作る。このような溶岩を枕状溶岩といい、この半島での岩室は素粒玄武岩と言われており、一般に、長径1から2メートル、 最大で6メートルに及ぶものもある。このようなひリー岩の典型的な放射常設理構造は例も少なく学術上貴重であり、太平洋に面する断崖に球状岩体が多数重なる様は一大機関をなしている。アニメゴールデンカムイの第32話では人切り用一郎と呼ばれた土井心臓を肘方歳蔵らが根室まで追い、 殺害する場面でこの石が登場する。ありがとうございます。